桜井駅跡は、大阪府三島郡島本町桜井一丁目にある古代律令制度下の馬屋の跡である。1921年3月3日に国の史跡として指定された。現在は、史跡桜井駅跡史跡公園として整備されている。京都から西宮へ出る西国街道に面している。俗日本期末期後には、711年の出来事として、摂津島上堀に、 大原駅を設けたという内容の記述があり、この大原駅が桜井駅であるとの説がある。この駅跡は、楠木正重正さ不死の決別の地として知られ、太平記巻十六の正重兵庫に、下校のことでは、1336年の港川の戦いにおいて、足利高氏を撃つべく、港川に向かう楠木正重が、着難の正さを、 河内国に帰らせたと伝えている。桜井駅跡には、陸軍大将、野木丸レス筆、南高府市欠別のところの石踏み、原水海軍大将、東郷平八郎筆、小別れの松の雫に袖濡れて、昔を忍ぶ桜井の里明治天皇御生の石踏み、また、1876年11月に、中日英国大使、ハリーパークスが、 楠木正きの成虫に感じて、表面に南高府市分け地の諸都国市、里面に英文連有を記した石踏みなどがある。青葉しゅげルれる、桜井の図書館に歌われたように、駅跡は森の中にあって静筆な雰囲気であったが、2008年に東海道本線において、島本駅がすぐそばに開業した。島本駅の開業により、北側は駅東自転車駐車場が設置され、 南側は、駅前広場の整備によって、島本町立歴史文化資料館まであった森が、伐採され、道路が拡張、整備された。なお、東海道本線は1876年に、開通して以来、この地に駅を設ける計画を立てていたが、たびたび先送りされていた。また、道線と並走する阪急京都線の水瀬駅と、 かんまき駅は当初、それぞれ桜井の駅駅、かんまき桜井の駅駅の駅名で開業した。ありがとうございます。